はい、皆さんこんにちは。ビームチャンネルの二上です。この動画では建設業で使われるビーム、こちらをですね、皆さんと一緒に学んでいこうというチャンネルになっております。はい、前回なんですけども、窓ファミリーのですね、 2D 表示について学んでいきました。前回はその窓ファミリーをですね、プロジェクトファイルにロードしたんですけども、今回はプロジェクトファイル側での設定、こちらをですね、学んでいきたいと思っております。それでは行ってみましょう。はい、それでは前回のおさらいをやっていきます。はい、前回はですね、窓ファミリー作成手順のですね、ステップ9のとこですね、窓ファミリーの 2D 表示を作成、こちらを行ってまいりました。で、前回はですね、この窓ファミリーをですね、プロジェクトファイルの方にロードして、そちらでですね、確認するということをやっていったんですけども、今日はですね、そのプロジェクトファイルをそのまま利用いたしまして、ステップ10ですね、プロジェクト側での設定、こちらを学んでいきたいと思っております。それでは前回作成いたしましたこのプロジェクトファイルの方ですね、開いていきたいと思います。はい、こちらですね、前回作ったプロジェクトファイルになります。まずはですね、壁をね、1個書きまして、それに対して作成してきたこのファミリーですね、窓ファミリーをロードしてきて、それで 2D 表示をですね、ちょっとやったんですけども、レベル1の方に行きますけども、これがですね、今ですね、詳細のレベルですね、詳細レベル、2D 表示です。簡略レベルにするとこういう感じ。そして詳細レベル、標準詳細、どちらでもいいんですけども、どちらかにするとこういう表現になるよということをですね、 2D 表示の設定ということで前回やっていきました。今回はですね、このプロジェクト側で設定するサブカテゴリや線の太さ、こういったものの設定をですね、確認変更する方法を学んでいきます。はい、それではまずはオブジェクトスタイルを確認していきます。線の種類などの基本となるですね、オブジェクトスタイルですね、こちらを開いていきます。管理タブのオブジェクトスタイルですね、こちらにございます。はい、そうしますとオブジェクトスタイルのボックスが立ち上がります。現状ですね、モデルのね、線を設定するモデルオブジェクト、ここのタブになっております。他にもですね、 2D のね、注釈オブジェクト、 2D の表現を行う注釈オブジェクトでの線の太さとかですね、線の種類、こういったものを設定する場所、それからまだこちらはですね、勉強していないんですけども、解析モデルのオブジェクトというものもあるようですね。こういったものがあるということでございます。で、今回はですね、このモデルオブジェクトの方ですね。モデルオブジェクトってことはモデルっていうことなので、 3D モデルで見えるオブジェクトということですね。モデルオブジェクト、これのですね、下の方にですね、今までずっと作ってきた窓ですね、窓のところプラスボタンをクリックすると、窓のですね、サブカテゴリが出てきます。窓というものがカテゴリで、その下にずらずらっと出てくるのがサブカテゴリということでございます。この辺をですね、使ってですね、窓のフレームだったり、窓の額縁だったり、こういったものを書いてきたと思います。前回水切りを作った時にですね、壁の線をですね、見えがかりの線、壁の線を消したね、この白線というものもね、ちゃんと入っておりますね。ファミリー側で作ったサブカテゴリがきちっとですね、反映されているということでございます。で、ここのですね、線の太さというところがあって、断面とですね、まあ、切った時と、それから投影、見えがかりの方ですね。こちらの線の太さがですね、1とか2とかでね、書いてあります。これっていうのがですね、これクリックするとですね、矢印がこういう風に出てきまして、これをクリックすると、1からですね、16まで選ぶことができます。16のですね、太さがあるということです。1ポイントから16ポイントということですね。では、こちらの線の太さがですね、どこで設定されているかっていうのがですね、紹介されておりますので、ご紹介したいと思います。一旦ですね、キャンセルボタンで閉じていきます。で、今のね、線の太さの設定ですけども、同じく管理タブのその他の設定ですね。先ほどはですね、こちらのオブジェクトスタイルでしたけども、そこではなくて、その他の設定のところに線の太さというものがございます。こちらをクリックいたします。そうするとモデル線の太さということで、1ポイントから16ポイントまで線の太さを選ぶことができるということでございます。さらに右の方はですね、縮尺になっておりますね。10分の1での線の太さ、20分の1での線の太さというようにですね、いろいろ縮尺によって線の太さがこう変えれるということでございます。なので、線の太さをね、変えたいなという時はですね、ここの線の太さのボックスのこの数字ですね、打ち込むことができますので、自由に打ち込むことができます。なので、ここの数値を変更するというのが一つのやり方で、もう一つのやり方はここではなくてですね、今のところが大元だとしますと、オブジェクトスタイルですね、先ほど見たこのオブジェクトスタイルのこの線の太さをですね、1ポイントから16ポイントまでありますから、ここで変更することによって線の太さをですね、調整することができるということでございます。では次にですね、オブジェクトスタイルのこちらのですね、選手パターンというところを見ていきたいと思います。窓のところの選手パターンですね、基本はですね、実線が基本だと思いますけども、中にはですね、一点破線とかですね、まあ、こういう中心だったりですね、いろいろこの選手パターンを選ぶことができるということですね。例えばフレームマリオンはですね、今実線になっておりますけども、こちらもですね、矢印が出てきて選べるようになっているんですけども、
実線かぶり圧線分オーバーヘッドみたいな感じですね、こういろいろ線の種類がね選べるようになっております。でここの設定の仕方はですね、またここでやるわけではなくて先ほどと同じところでやります。一旦キャンセルを押してオブジェクトスタイルを閉じます。で先ほどの線種のね設定の仕方ですね、同じく管理タブのその他の設定ですね、ここにですね選手パターンというものがございます。こちらをクリックいたします。そうすると選手パターンというボックスが立ち上がりまして、先ほど見たですねかぶり圧線分とかですねオーバーヘッドとかですね、まあ、一点破線とかここで設定されているものが先ほどのオブジェクトスタイルで見えると設定ができるということでございます。大元の設定はこちらということでございます。でこれですね自分の任意のね選手を作りたいなと思えばですね新規作成というものがありまして、こちらをクリックすると選手パターンプロパティということで、まず名前をつけてですね名前、そしてここにですねタイプどういうものにしますかと、破線ですか点線ですか実線ですかというようなところですね、ここに入力することができます。さらにその値をですね右側に入力します。ちょっと新規作成だとね分かりにくいので編集というボタンもありますのでちょっとそちらで解説いたします。例えば一点破線のとこですね、編集ボタン、こちらをクリックします。そうすると先ほどと同じボックスが出てきて、まず名前がですね一点破線になっております。そしてタイプの方がですねこちら破線スペース、それから点線スペースみたいな感じでこう選択することができると。そしてまず破線の方が値としては 6.35mm、まずは破線が 6.35mm あって、その後スペースが 4.76mm ぐらいありまして、その次は点線があって、その次にスペースが 4.7625mm ということでございます。このパターンですね、1234、1234、1234っていうですね、まあ、パターンになっているということですね。まあ、ここ小さすぎてね全然見えませんけども、破線がですね 6.35 あって、その後スペースが 4.7625mm あって、その後点線がちょんとあって、そしてスペースがまたあって、この連続でですねこの一点破線というものが成り立っているということですね。ここで、まあ、修正もできますし、新しく作りたかったら新規作成の方でまた作るということでございます。タイプの補足なんですけども、先ほど私ちょっと実線とか言いましたけども、実線っていうのはないみたいですね。この破線っていうのが、まあ、線で、点線っていうのは点ですよね。あとはスペースという、この3つからですねこの選手パターン作っていくんだなということがですね確認できます。はい、それでは続きましてマテリアルの確認を行います。はい、次にですねちょっとマテリアルということなので 3D ビューの方に行きたいと思います。はい、現在ですね額縁がこういう木みたいな感じになっておりまして、フレームの方はですねちょっとグレー色という感じですね、何も設定されてないような感じになっております。それではですねこの確認なんですけども、管理タブのオブジェクトスタイルですね、先ほどと同じところをクリックいたします。そしてですねまた窓のカテゴリーのところを開いております。サブカテゴリーが出ております。その中でですねマテリアルが設定されているのがですねこのガラスのところですね、ガラスというマテリアルが設定されております。さらに額縁のところはですねこちらもファミリーの方で作った時ですね木材というマテリアルを与えました。この2つしかありませんね。なので他のサブカテゴリーにもマテリアル追加したかったらですねここでクリックして、もう一度クリックするとここにですね3つの丸ポチが出てきますので、ここでクリックします。今ですねフレームマリオンのところでクリックいたしました。じゃあそのフレームマリオンですねちょっと上の方に行くと、まあ、アルミニウムとかですね適切なねマテリアルがありそうですから、まあ、これをですねちょっと選んでですねマテリアルグラフィックスの方はちょっとこういう白色になるんですね。じゃあこのアルミニウム1というものを選んでですね OK を押していきます。そうするとフレームマリオンですね、こちらの方がアルミニウム1というマテリアルになりました。じゃあこの状態で適用して OK を押してみたいと思います。はい、そうしますとフレームなのでねちょっとこれ反対側ですけどね、はい、先ほどグレー色の何も設定されてなかったのでただのグレーになってましたけども、今ですね白色に変わったのが確認できます。このマテリアルがですねまさにですねアルミニウム1という名前のマテリアルに変更されたということでございます。はい、もう一度ですね管理タブオブジェクトスタイルの方を見てみますけども、このような動きをですねちょっと確認していったところですね、私の印象といたしましてはこのサブカテゴリっていうのはですね、まあ、何かオートキャドとかああいう二次元のねキャドのレイヤーみたいな概念とちょっと似ているのかなというような感じがしました。まあ、自由に新規作成したり削除できて、それぞれにですね線の太さだったり色ですね、それから破線だったり、それからマテリアルっていうのもですねここで個別に設定することができるということでございます。なのでちょっとレイヤーみたいな概念とちょっと似てるのかなというふうに思いましたね。まあ、実際レイヤーとは呼びませんし、そういったものではないんですけども、まあちょっとイメージとしてですね、まあ、そういうイメージでも間違ってはないのかなというような感じがしております。で、まあ、特に窓とかはですねちょっとずらしますけども、
このパーツがいろいろ分かれておりますよね。窓全部が同じマテリアルになるわけじゃなくて、同じ窓の中でもですね、ここは水切りのマテリアルだし、こちら側は額縁のマテリアルですし、あとここはですねガラスのマテリアルだったりですね、一つの窓といってもですね、そのパーツによってマテリアルが違うっていうのは、まあ、当たり前にねあることだと思いますので、そういう意味ではですね、この辺のサブカテゴリーをですねたくさん作っておいて、それぞれにマテリアルだったり色だったりですね、線の太さを設定するというやり方がですねいいんじゃないかなというふうに思います。それでもう一つ補足なんですけども、このね窓っていうところでここで設定するとですね、まあ、窓のカテゴリー全体にですね適用されるということなんですね。ただですね、まあ、大きな物件ですよね。大きな物件のプロジェクトになってくると、窓という一つのカテゴリーにとってもですね、いろんな種類の窓があったりっていうことが考えられますよね。そうなってくると、こっちの窓のマテリアルとこっちの窓のマテリアルっていうのは全然違うということが考えられます。もちろん線の太さだったり、まあ、ここでいう平面でのね、平面での色のね表現の違いとか、点線実線っていうのも窓によって変えたいなっていう時があるかと思います。まあ、そういった時はですね、まあ、特にマテリアルに関してちょっと今回は言いますけども、ここでですねフレームマリオン、あえてですねこれ設定せずにですね、カテゴリー別にしておくと、はい、こちらのですね左下マテリアルなしってなってますね。これ前のバージョンだとカテゴリー別だったと思うんですけどね、微妙になんか案内が変わってるような気がします。マテリアルなしというふうになってますね。これをクリックすると何もない状態ですね、マテリアルなしということになって、一応ここではですねフレームマリオンの方はなしにしておきます。そして OK を押します。そうするとなしになったので、こういうふうにですねグレー色になっております。何も今マテリアルがない状態なんですが、これをですね窓をクリックしてですねタイプ編集を押します。そしてですね以前ですねこのフレームマテリアルを作った時に、ここにですねパラメータを設定しているということなんですね。今カテゴリー別ということでマテリアルがない状態ですけども、こっちの方でマテリアルを選んであげます。例えばですね、ちょっと全然関係ありませんけども、この外壁というマテリアルをちょっと選んでみたいと思います。なぜかというと緑で分かりやすいかなと思ったからですね。特に意味はございません。この状態で OK を押していきます。そうするとここのフレームマテリアルというパラメーターに外壁のねパラメーターが与えられました。この状態で適用を押して OK を押してみます。はい、そうしますとここのですねフレームのところだけがですねマテリアルが変わった、こういったことが確認できます。あくまでこの水切りっていうのはフレームマテリアルじゃないので、ここのフレームマテリアルのパラメーターを設置したここだけがですね、フレームだけが色が変わったということでございます。まあ、この場合もですね水切りの方にもパラメーターをですね設定しておけばですね、自由に個別に変えることができるということなんですね。この辺もですねマテリアルを変える部分っていうのが、先ほどのオブジェクトスタイルの方でも変えれますし、あとタイププロパティのね、こちらのプロパティの方のパラメータを設定した方でも変えることができるということなので、この辺の違いもですねちょっと整理しながら作図の方をね行っていきたいなというふうに思います。はい、最後にですねヒントを紹介するのを忘れておりました。管理タブのオブジェクトスタイルですね。まあ、ここではですねここのサブカテゴリーとかカテゴリーの色ですね、線の色、こちら黒になっておりますが、ここをクリックするとですね、まあ、こういう色のボックスが立ち上がってきて、ここでですね自由にですね色を変更することができますよということでございます。今ちょっと家具のカテゴリーのね色を変更しましたけども、まあ、色はですねここで変えれるんですよということでございます。線の太さの変更方法を勉強しました。そして線の色の変更方法、ここで勉強しました。そして選手パターンですね、そちらもこちらのその他の設定で変えれることを勉強して、マテリアルの方もここで変更することができる。でさらにはですねプロパティの方でマテリアル設定してたらここでも変更できるということをですね今日は学んでいきました。はい、皆さんいかがでしたでしょうか。今日はですねプロジェクト側での設定方法について学んでいきました。次回なんですけども、ステップ11ということでタイプ分けについて学んでいきたいと思います。今まで作ってきたファミリーですね、窓ファミリーのタイプ分けしていくということですね、こちらについて学んでいきます。それでは今回の動画は以上になります。また次回の動画で学んでいきましょう。